キャンピングワールドスタジアムはフロリダ州オーランドにある球技場、シトラスボール、チャンプススポーツボール、モンスタージャム、フロリダ農工大学とビーサン・クックマン大学の間で行われるフロリダクラシックなどが毎年開催されている。1979年から2006年まで u c フナイツの本拠地であった。スタジアムの座席は65,438だが、 北側のエンドゾーン付近に臨時席を設けることで7万人以上が入場することが可能となっている。2005年のキャピタルワンボールでは7万229人が入場した。毎年11月に開催されるフロリダ農工大学とビーサンクックマン大学のライバル同士の対戦であるウォルトディズニーワールドフロリダクラシックでは2003年に スタジアム記録となる73,358人が入場した。その後2008年に行われたレッスルマニア第24回大会では74,635人が入場、最大入場者記録を更新した。フィールドの広さはサッカーの国際試合を開催することができる広さであり、1994FIFA ワールドカップ、1996年の アトランタオリンピックでも使用された。1997年には、アセルファーストディビジョンのオーランドサンドックズの本拠地となり、1998年には、MLS オールスターゲームが開催された。2008年1月13日には、メキシコのプリメーラディビジオンに所属する CD、グアガラハラとコロンビアプロサッカーリーグのデポルティーボカリの対戦が行われている。2011年より、アセル、 プロフェッショナルリーグ所属のオーランドシティ SC の本拠地として使用されているが、2015年よりのメジャーリーグサッカー参入が決定し、新設のサッカースタジアムに移転する予定。1936年に完成した、当時の収容人数は8,900名だった。1947年1月1日にカレッジフットボールの試合が初めて行われた。1952年に2000席。 1968年には5000席及びプレスボックスが増設された。1974年から2年がかりで大幅に観客席を増設し、1976年には一気に5万2000名が収容可能となった。1989年には3800万ドルをかけてアッパーデッキを増設し6万5438人分の座席を持つスタジアムとなった。 1999年から2002年までの改修ではエスカレーターや33メートルの巨大ビデオスクリーンが設置されたオーランドスタジアムフロリダシトラスボールなどたびたび名称が変わっている2016年からは現在の名称となったこれまでいくつかのプロフットボールチームの本拠地となった1974年にはワールドフットボールリーグのフロリダブレイザーズ 1985年には、ユスフルのオーランド・ラネゲーズ。1991年から1992年には、ワールド・リーグ・オブ・アメリカン・フットボールのオーランド・サンダー。2001年には、XFL のオーランド・レイジが、本拠地とした。また、NFL のプレシーズンゲームが開催されたことも、あり。最近では、1997年に、タンパベイ・バッカ・ニアーズ対ニューヨーク・ジェッツの試合が、行われた。 またカレッジフットボールの中立地での試合として利用されたこともあり、フロリダ大学とミシシッピ州立大学の試合、1994年11月12日のフロリダ州立大学とノートルダム大学の試合が知られている。2017年から3年契約でプロボールの会場として使用される予定。ザ・フー、ジェネシス、ピンク・フロイド、ジョージ・マイケル、ポール・マッカートニー、ガンズ・ローゼズ、 ビリー・ジョエル、エルトン・ジョン、ボブ・シーガー、フリート・ウッド・マック、イーグルスなど、これまで多くのコンサートが開催されている。また、1981年10月には、バン・ヘイレンとローリング・ストーンズが、唯一の共演を果たしている。2003年には、サマーサニタリウムツアーとして、メタリカ、リンプ・ウィズ・キット、リンキン・パーク、デフトーンズ、マット・ベインのコンサートが開かれた。 レッスルマニア第24回大会2007年3月21日に2008年3月30日にレッスルマニア第24回大会を開くことが記者会見で発表された。WWE のチェアマンであるビンス・マック・マホンは天候に関わらず開催すると発表した。このイベントによる経済効果は2500万ドルでおよそ6万人の観光客が見込まれた。 2007年11月3日に発売開始された、チケットはわずか60分で4万1000枚以上売られた。最終的には21カ国、全米50州から7万4635人が来場しスタジアムの最大入場者記録となった。最終的に当初の予想2500万ドルを上回る5150万ドルの経済効果があり、地元自治体には180万ドルの税金が入った。 そして2016年3月にレッスルマニア第33回大会の会場に選出された。毎年1月にはモンスタートラックのイベントモンスタージャムが開催されている。AM、a m a スーパークロスシリーズの一戦が春に開催されている。1998年に公開されたアダム・サンドラー主演の映画ウォーターボーイのロケ地となっている。ありがとうございます。